釣り手側の足を使った巴投げの実演引き手側の足を使った巴投げのイラスト量襟を持った巴投げの実演巴投げという名の由来である二つ巴も巴投げは柔道の新捨て見技の一つ行動官や国際柔道連盟での正式名愛不略号 TNG 基本型は相手を前に崩し真後ろに身を捨てつつ釣り手側の足裏を 相手の腹部、または、ももの付け根に当てて、押し上げるように真後ろに投げる技。体を丸めて転がるように倒れ込み、足を相手の下腹部に当て、蹴り上げて、頭越しに投げる。引き手側の足裏を当てる場合もある。吉高幸春は、前隅に崩すことで、相手は片足に体重が乗った状態になるため、この崩しが完璧なら、スピードがなくても、 簡単に投げることができる。と語っている。横巴投げは体を真後ろではなく、横に捨てる巴投げ。通常の巴投げと比較して素早く、寝技へと移行でき、足技で返されにくい。後に試合で見られる巴投げは、横巴投げの方が、主流になっている。右手を引き手にし右足で相手を蹴り上げる場合、相手を、左前隅に崩し、右足を、 相手の左腰か左足の付け根に当てながら、右に体を捨て、相手を側転させるように鳥の右に投げる。長い数えがこの技を、得意技としている。別名横どもえ。両足ともえ投げは、文字通り、相手の懐に潜り込んで、両足で跳ね飛ばして投げるともえ投げ。別名両足どもえ。牧ともえは、 もえ投げの基本型で相手を投げた後、そのまま自らは、好転し、相手についていって、縦四方型となるもえ投げ。手もえ投げは足を使わないもえ投げ。左手で銃の右袖、右手で銃の前帯を取り、銃の懐に潜り込んで右手と、ブリッジで、左後に銃を投げる。子供は適切な監督のもとで練習することが、望ましく、見よう見真似の技は、 危険が伴う。受け側は瞬間的に畳に手をつこうとしてしまうので、肘を脱臼する危険がある。また、受け側の顔面が相手の膝に直撃する場合もある。なお、巴投げは自ら体を後ろに倒すので、大内刈りなどで合わせられるとほとんど万事休すになる。巴投げから腕座十字肩への連絡儀である。もともと、巴投げは、 腕座十字型との相性が良く、一本にならなかった、際に、連絡儀として使われることが多い。写真保ともえ投げの由来は、天神市に要流にある、安藤ペンという技だとされているが、死活自在、石骨療法従術整理書には、ともえ投げとよく似た、写真保、律写真保といった技があり古くから存在したとされる。紀藤流や加納じごろからは、 丸投げと呼ばれていた。浮き腰と並ぶ、可能の得意技であり、巴投げという技名は、可能が、形が二つの巴に似ているからとの理由で名付けたと、される。プロレスにおいて、モンキーフリップという、名前の巴投げに類似した技が存在する。巴投げと異なる点は頭を掴みつつ倒れた時に、両足で投げる点である。両足どもへの変形である。 地獄者この技の初出は、柔道一直線ではあるが厳密には、投げ技ではなくもえ投げの投げる前の体勢で転がり、相手を気絶させる技である。一回転した後にもえ投げをするという投げ技としての、地獄者の初出は、ゲーム、ストリートファイター2の剣からである。ありがとうございます。